大事やから、ね。柱が強いよね。そう。ちょっと虫歯みたいに中から。コンクリートが焼き菓子みたいに取れてましたよ。ポロって言ったら。それにこれ安いですね。上品は悪いんだけどね。お風呂のサイズ。お風呂だいぶ食べられるし。あのお風呂はすごいよ。あれは体洗っててもぶつかるんですよ。でも横寝て洗えるかもしれないです。こうやって入ってるんですね。今回ご依頼のアパート、貸し室は1階と2階に3部屋ずつ、全部で6室ありますが、15年前からもう誰も住んでいません。無茶スリープ。上下で130坪近くもある広い家に、と無茶スリープ。たった2人だけの生活です。築48年の建物の家の問題は、深刻な老朽化と家の真上100坪。ここについてやろうじゃないか。じゃあ固まった。お掃除が簡単で。積水田から生み出せた唯一の新素材、沖畳ミグサ積水成形。歴史に名を残す様々な無人たち。無事出した。そのゆかりの場所をもうじゃ巡っていきます。お楽しみに。昭和人形作詞家中西玲、昭和を代表するヒットメーカー、去りゆく昭和に捧げた思いがお料理明かされる。3月14日夜9時放送。